どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントありがとうございます。このキャラクターを使っていきますね。ブリトラですね。ブリトラはユニークスキルが強い。狂乱の宴。マガつきスキルを使っている間、多段攻撃の命中率と最大ヒット数が上昇します。で、これのいいところ、重複するんですよ。なので、薬師ニーとヘカトンケールを入れて、狂乱の宴をかける3にします。そうすると、最大ヒット数が3プラスされるんですよね。その状態で暴れまくりを使うとすごく強い。これ、もともと5回ヒットなんですけども、狂乱の宴の効果によって8回ヒットするようになります。で、その状態で、乱舞を使うと確実に8回ヒットしますので、超ダメージを出すことができます。ただし、暴れまくりは命中率が低いんですよ。通常のストーリーだったらば、まあ外さず当てることができるんだけども、レベル999の敵になると、どうしても外しまくっちゃうんですよね。なので、今回は、刹那。これを当てていきたいと思います。こっちの方が使い勝手はかなりいいですね。でもこれ、命中率が同じく低いんですよ。でも、この場合は、自在荒はばきを使っていけば全然 OK なので、今回は、ブリトラと荒はばきのパーティー、これをやっていきましょう。それでは、創生ノーマルレベル999ですね。これでいきまーす。では、まずはチェンジからやっていきますね。最初のチェンジですけども、やっぱりね、ヤマタノオロチが使いやすい気がする。クリティカルヒッチ中。ホルスでもまあいいかもしんないですけども、私的には、ヤマタノオロチで使ってるんだよね。まあまあ、自在で攻撃するキャラクターにもよるのかな。はい、まあとりあえずケットシーで自在を入れていきます。で、こっから、デバフを入れていきますので、ちょっと時間がかかります。完全になってからスタートしますね。それではバフ完璧です。相手もデバフ入ってますね。はい、この状態で刹那入れていきます。通常は5回ヒットなんだけども、薬師ニーとブリトラがいるので7回ヒットします。さあ、ダメージはどれぐらいだ。いいね。一撃で HP の2割ぐらいは持っていきますね。2割持っていく。で、薬師ニーでも攻撃していいんですけども、育成してません。薬師ニーは育成してません。なのでブリトラだけで攻撃していきますね。やっぱね、育成にもね、若干ね、時間がかかっちゃうんすよね。なので今回はブリトラだけでいきます。あ、でもそうか、上げるのは力だけでいいんだよね。必中だし、別に攻撃受けないんで、体力も別に上げなくていいから、まあそうか、力だけだったら、まあ育成してもまあいいかもしんないですね。オッケーオッケー。まあまあ今回はブリトラだけです。で、また7回ヒットの刹那を打ち込むことができる。あれ？今5回じゃなかった？5回だったよね。今5回、え、ちょっと待って、え、これ多段ヒット100% じゃない確率。いやこれ 100% だよ。そんなはずはない。え、ちょっと待って、え、マガツヒスキルは自在がかかってるもんね。かかってるよね。かかってるかかってる。ちょっと待って、見間違いだったかもしんない。狂乱の宴だね。マガツヒスキルの時に多段ヒットが命中と最大ヒット数が上昇する。薬師ニーも同じくだね。ユニークのパッシブスキルだから
いや、発動してる。いや、だって一発目発動したから。いや、なんか見間違いだったかもしれないですね。刹那いきます。7回当たった。でもさっきなんか当たらなかった気がするけどな。まあ、もう一回見てみましょう。出番だ、行け。見間違いかな。でチェンジの、プリトラと、まあ、ちょっとね戦闘には時間が若干かかりますけども、確実に倒せるのでいいでしょう。もう HP 半分だもんね。 HP 半分、あと4回攻撃ができるんで全然倒しきれます。 OK、 攻撃回数あと3回で残り3割ちょいっていうところですかね。いける。はいはい、あと攻撃は2回。ここで倒せるか、いや無理だな。それではラストアタック、よっしゃー。はい、それでは戻ってきました。今日はブリトラでした。ユニークスキルの狂乱の宴ですけども、今ねちょっと確認してみたところ、やっぱり5ヒットとか6ヒットの時がありますね。7ヒットもするんだけども、このユニークスキルはもしかすると確定で増えないのかもしれませんね。俺確定で増えるかなーって思ってたんですけども、よくよく見てみると5ヒット6ヒットの時があるので確定ではないのかもしれません。まあ7ヒット出た時がかなり強いので、これは全然ありかなと思います。今日はブリトラでした。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。